無理です。勝てない。猛烈な引っ張り合いなんです。すごい綱引きが起きるんです。この規模では立ち打ちできません。もう崖の手前に立ってるんです。結婚しない理由って何なんでしょう。なんで結婚せんの。思いついたものが、多分それが正解です。理由の一番は、こんにちは。今回は2021年に行われた秋田方市財政説明会での一幕をお届けします。このチャンネルで2022年の財政説明会を再編してお届けしていますが、今回の動画では石丸市長が少子化問題にフォーカス説明をしています。危機感を持ちづらい少子化問題について、様々な数字を用いて丁寧にプレゼンをする姿は必見です。少子化が問題なんて分かっている、そんな人でも楽しめる内容です。ぜひ最後までご覧ください。財政を語る上で、その大前提となる人口についてもお話をします。では早速始めていきます。まずこの町の人口についてお話をします。人口動態、ちょっと言葉が硬いんですが、動態とは動きです。人口の動きがどうなってきたかなんですが、ここで問題です。秋高田市の人口今何人でしょうか。今 26,463 人となっています。この数字は2つの衝撃を与えてくれました。絵で確認しておくとこちらです。この図の中で青い折れ線は実際の人口の推移です。かつては3万5000人を超えてたんですけども、だんだんと減ってきたと。それでも2010年には3万1000人いました。それが昨年の2020年の国勢調査によると2万6000人。この10年で5000人も人が減った。これが一つ目の衝撃です。二つ目の大きなショックは、この並べてあるオレンジの線です。これは国勢調査の人口問題研究所というところが出してくれる将来の予想なんですが、前回の予測では2020年に2万7000人だったんですね。で、実際は2万6000人。1000人下振れたと。そして、この調子で、まあ予想まだ出てないんですけども、単純にオレンジの線を下にスライドさせてみると、次の国勢調査、2025年には、いよいよこの町2万5000人を割り込む可能性が高くなっています。もっとちっちゃくなるんですね。これが2つ目の衝撃です。こうした状況なんですが、どうでしょうか。まだなんとかなるんじゃない。そう思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。それは、ある意味、やむを得ないことです。なぜかというと理由がこちらです。周りがそう思わせてしまうんですね。順番に行くと、紫の折線、日本の全体の人口です。メモリア左側ですね。日本の人口は2010年頃ピークをつけました。山のてっぺん。1億3000万人近くまで増えます。で、その後、だんだんと減ってきて今、1億2000数百万人。で、もうちょっと身近なところで、広島県、どうでしょうか。緑の折線です。メモリア右側。広島は1995年にピークをつけて、そこからちょっとずつ減ってきています。それでも、まだ280万人はいます。でも、ここからです。日本全体、そして広島県も、いよいよ本格的な人口減少に突入します。この絵が示す通り、猛烈に人が減ってくるんですね。となるとです。これまでのようにはいきませんよ。これまで、秋田方は人が減った、困った。どうするか。移住、定住促進、やってきました。で、いくらかは成果になってます。資金債、いいことあるよ。でもこれからは、よそも同じような状況になりますので、よそも一生懸命やります。ミネラルインの。となるとどうなるか。猛烈な引っ張り合いなんです。すごい綱引きが起きるんです。実際最近話題を集めているのは、例えば茨城県のつくば市、兵庫県の明石市とかですね、子育て支援策をやって、若い世代を集めた人口5年連続増加とかあるんですけど、二つの市はそれぞれ人口20万から30万、うちの10倍以上ある市です。そういうところが力を込めてくると、もはやこの規模では太刀打ちできません。出だしからちょっと衝撃的な話をするんですが、無理です。勝てないですね。なので、まだなんとかなってたところはあるんですが、これからはもう何ともならないと。それぐらい厳しい今、局面を迎えようとします。私たちもう崖の手前に立ってるんですね。でもね、日本は人が減る円になってるけど、少子化対策いうのをやれるんじゃないと思われるかもしれません。じゃあその少子化について見ておきます。次のこのグラフなんですけども、折れ線が合計特殊出生率というもので、
一人の女性が生涯に産む子供の数です。メモリは左側なんですが、これが2を下回ると少子化になります。2というのは意味があって、お父さんお母さんで子供が1、2、2人いると次の代も入れ替わりますよね。これを人口の置換、置き換えというんですけども、人口の置換水準がこの2です。日本だと 2.07 なんですが、これを下回ったのは1970年代です。第二次ベビーブーマーの後からもう割り込んで、少子化という言葉が生まれたのは、ここです。90年代。厳密に言うと、92年に国民生活白書という政府の報告書があって、その中で初めて少子化問題という言葉が出てきます。以来30年、少子化対策ずっとやってましたよね。打ち続けてました。まあ、確かに、一頃ですね、出生率が 1.2 台まで低下しましたが、ちょっと持ち直した感じにはなってます。まあ、聞いたのかなと。ただ、それでも、足元の数字は 1.4 です。2という人を置き換える人口を保つために必要な数字には全然及んでいません。これが日本の現状です。でも、海外で少子化対策うまくいった例があるんじゃないの？聞いたことあるよと言われるかもしれません。じゃあ、海外の例見ておきます。韓国の合計特殊出生率並べるとこんな感じです。有名なのはフランスやスウェーデン。このグラフの中では緑や赤の路線です。緑、フランスは95年。スウェーデン、赤は2000年に持ち直してます。あ、聞いたのか。で、これ何があったかはまた後でご案内しますが、聞いた時もありました。でもその後です。メモリ左側にありますが、結局2は超えられなかったんですね。ここ5年10年では頭打ち感が出てきています。つまり先進国に共通のこの少子化という問題なんですが、未だ解決できた国はありません。中でも日本は 1.4 苦戦している方です。まあもっと悪い韓国はあるんですけども、韓国1を割ってます。ちなみに中国で 1.2 とかですね。あの中国も少子化入ってるんですね。で、こうした時に日本、少子化対策やってきたし、これからもやっていって、人が増えるかというと、まず無理だと思います。じゃあなんで少子化対策が効かなかったか、なんですけども、これ原因2です。少子化の、その根っこにうまく対処ができなかったからです。じゃあ少子化の背景を探っていくと、こちらです。上の文章に書いてますが、この日本という国においては、ほぼ全ての子供は結婚した、なんと夫婦から生まれます。ちょっと不思議な言い回しですが、日本はと言ったということは、嘘は違うということなんですね。で、日本はそうだとすると、結婚をしなくなると人々が、子供が減るんです。それを表したのが、このグラフ。障害未婚率というものがありまして、下に注釈で書いてあるんですが、50歳時点で未婚の割合です。という定義なんですね。50歳の時に結婚しなかったら、その先も結婚せんのんじゃないかなと。青い折れ線が男性のそれですが、1990年ぐらいから上がっていって、足元では 20% を超えています。5人に1人は結婚しない時代になっているんですね。50歳です。で、女性のそれも後を追う形で上がっています。では、ここで皆さんにお尋ねしてみますが、なんで結婚をしなくなったんでしょうか。それが分かったら対策打てそうなんですね。なぜか。違う聞き方をすると、結婚しない理由って何なんでしょう？なんで結婚せんの？これ、皆さん今、ポッと思いついたものがあれば、多分それが正解です。この答えもちゃんと統計にありまして、理由の一番は、いい人がいないです。そうなんです。ええー、人がおらんのよ。で、本当聞きますよね。あのまんまです。そして、その理由は、今も昔も変わりません。昔からいい人がおったら結婚するし、おらんかったら専門です。じゃあなんで今になって結婚しなくなったのか。実はこの男女の差にも現れます。この80年、90年以降ですね、何が起きたか思いつかれますか？この時代、女性の高学歴化が進みました。中学出て、高校行って、大学行く人が出てきた。そして、就職して、で、自分で稼ぐような。女性の社会進出が一気に進んだんですね。で、そうなると、どうでしょう。女性自身が、こう、社会的に力を持ちますので、
女性から見た A 氏との目線が上がったんですね。今のこの男性というのは、この世代というのは、昔よりももっと厳しく女性に選ばれる、そんな立場になってます。で、この数字を見たら最近の男はしょうもないなと思われるかもしれないんですが、これは50歳時点の未婚率ですので、例えば数字が上がりですが、90年の時の50歳、5.6% は結婚されなかったわけです。90年の時に50歳ということは、今81歳の男性の層ですね。その世代というのは、女性の方がどん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 力をつけられた。で、その結果、結婚しなくなって子供が減ったんです。だとするならば、この少子化という現象は、私は悪いものでもないんだと思います。なぜならば、それよりももっと前から言われた大きな問題ですよね。男女の格差、女性の社会進出、これ悲願だったんです。で、それがようやっと今現代に叶っただとするならば、それは喜ぶべきことではないかなというのが私の思いです。で、今結婚しなくなったので子供が減ったと言ったんですが、一方で違う意見も聞こえてきます。子供もしたいけど、ちょっと二人目はしんどいよ、育てられんよ。ちょっと前にテレビで話題になりました。待機児童の問題で、保育園落ちた、日本死ねっていう、ね、過激な言葉で話題になりましたけども、あの事実はどうか。あれ実はかなりの程度誤解が入っています。何かというと、次のグラフが教えてくれます。ここにある完結出生児数というのは、結婚した夫婦が持つ子供の数です。昔は多かったんですね。で、だんだん減ってきて、70年代からです。70年代から 2.2 ぐらいになって、ほぼ横ばいで推移しています。結婚した夫婦においては、今も昔も少子化問題が言われるものと前から、ほとんど動いてないです。で、確かに、目を凝らしてみるとここです。この5年、10年においては、2を割ってきてますので、結婚した夫婦でも2人、子供を持たなくなっているというのは出てます。ああ、ここかなと。ただ、これもです。大きな理由は、経済的な理由というよりも別のところにあります。何かというと、結婚する年齢が上がりました。晩婚化です。この90年代か、まあその前ですね、女性が結婚する初婚年齢というデータであるんですが、20代前半から半ばでした。それが、だんだんと高くなっています。これなぜか、さっき話しましたね。高学歴化です。女性も高校、大学出て就職するようになったので、結婚する時期がどんどん後になっています。で、90年ぐらいから28を超え、直近ですと30歳手前が平均的な初婚の年齢になるんです。となるとです。一締めを受けて二締めとなるのが、もう肉体的、生理的に難しくなるんですね。なので、これが減っているというのが大きな影響です。で、ここまで言うと、少子化対策として子育て支援が効かないということが言えそうです。ただこれは、子育て支援をしないということではないので、ぜひ誤解がないようご理解をいただきたいところです。少子化には効かないんですが、この子供を持ちたい、育てたいという思いは、これは純粋な市民の方の幸福になりたいという思いです。であるならば、これはこれで、きちんと行政が住民サービスとして、これからも変わらず支援をしていくべきだと思っています。ただ、これをやったとて、人口減少は止まらんというのは、一つ今日理解をしていただければと思う次第です。今、日本の話をしましたが、もう一回世界に目を広げておきます。日本は、結婚した夫婦から子供が生まれると申し上げましたが、つまり世界はそうじゃないんですね。こちらのグラフです。婚外子、結婚していない男女カップルから生まれるこの割合は、このような形になってます。一番上、チリです。7割を超える子供は、結婚していないお母さんから生まれます。で、アメリカ見ましょうか、この辺ですね。アメリカで 30% とです。で、日本、ここ、2.3%。つまり 98% 弱の子供は結婚した夫婦から日本は生まれています。で、多くの方はそういう状況なので、それが当たり前でしょうと思われているはずなんですが、世界的に見ると、むしろそっちの方が珍しいですね。下に韓国がいますが、
この国々見ていただくと分かる通り、かなり社会的、文化的な背景によります。この婚外子が多いか少ないか。で、多い少ないは別に良い悪いとは一致しません。それぞれの国の形なので。ただです。ただこの高い低いは出生率には影響します。相関があります。ご覧いただくと、このグラフです。先ほども見たような折れ線ですが、今度は出生率じゃなくて、婚外子の割合になっています。フランス、スウェーデン、上の方にいますよね。そう、高いんです。高いんですが、これも途中から高くなっているのがご覧いただけます。フランスやスウェーデンが行った少子化対策というのは実はここだったんですね。上の文章に書いていますが、結婚していないカップルでも、婚外子でも、婚内子と変わらない権利を保障し、変わらないような生活が送れるように、経済的支援をしっかり施した。その結果、この割合が高くなったんですけども、それにつれて子供の数も増えたというのが、この二つの国です。ここまでやって、なんとかちょっと効くかどうかなんですね。で、日本はここ、下にずっと入っていきますが、で、そうしてくると、日本どうしようという話になると思います。ですので、今日これはもうここで答えはありませんが、ぜひこれからもう日本国民全員がいろんなところでこういう議論をしていった方がいいと思います。日本らしさって何だろう、日本は変われるのか変われないのか、変わるべきなのか、変わらないべきなのか。でも今日は一つ私の方から、日本は変われるという証拠をお示ししたいと思います。それはこちらです。日本の人口を長く描いています。メモリの左端は900年、平安時代からですね。で、人口を見てみると、最初の頃ってあまり増えてないんですね。毛利元就がいたのが1500年代。この頃でも日本の人口は1000万人いくかいかないかでした。今の10分の1以下ですので、おそらくこの秋高田市に住んでいた人も2、3000人なんです。元就の時代と全然違うんですよ。で、そこからです。江戸時代に入って急激に増えます。世の中が平和になって、経済が発展した。主には農業の生産力が向上しました。たくさんお米が取れるようになったりというやつです。それが江戸の前半ですね。ちょっと歴史の授業っぽいですけども。ということは、江戸の後期、ご覧ください。そう。増えたなと思ったら、増えなかった時期が200年、100年以上あるんですね。この頃は農業の生産力向上が一服してしまったのと、あとはちょっと人が減ってる時もあるんですが、これは危機です。最近もちょっと心配ですが、世界的に異常気象が起きてた時期らしくて、日本においてもその危機によって随分人命が失われた、そんな時もありました。いろいろありますよね。でも、その後なんです。本当にいろいろあったのは。明治維新、1867年ですか、大政奉還、廃藩置県はその4年後とか。ここからいよいよ産業革命で人口は急増していきます。100年前です。で、一旦途中で一休み、太平洋戦争です。でも、その後がさらにすごかったんです。もう爆発的な、それまでの明治維新以降よりもさらに急な角度で人口が増加しました。戦後。今日、ここにお集まりの皆さんが、ざっとパッと見る印象ですが、年代からすると、皆さんが知ってる日本というのは、ここです。わずか数十年。日本史において、もっと言うと世界史において、奇跡的な瞬間です。戦後の数十年というのは。特別なんです。でもそれも、頭打ちになり、人は減り始めている。この折れ線だけ見ても、日本がいかに変わってきたかというのが、分かっていただけるんじゃないかと思います。そして、この間ですね、歴史動きました。いろんなドラマがありました。変わってきたはずです。そう思えば、今も、そしてこれからも、私たち、日本人というのは、変わっていけるというふうに考えています。先ほどの婚外子、婚内子という話ではなくてですね、いろんなところにおいてです。それこそ私が市長になってから、いろんなところの議論で、昔からの地域の、なんとか、話が出るんですが、それそんなに昔からないですよね、というのが私の思いです。せいぜいで言うとちょっと言葉が悪いんですが、皆さんがそれぞれが知ってる範囲の話であって、
それが人類普遍の原理ではないはずです。で、もう一個、人口の話、最後、お話ししたいのが、これです。人口の増減はこう、今見たところなんですけども、もっと大きな変化はこちらです。年齢構成を描いてみると、私が生まれたのが82年なので、1980年のような時でした。その頃は、こんな年齢構成だったんですね。下の方が若くて、だんだんと減っていくと。先ほど900年から追ってきましたけども、その間、基本的にはこの下が大きくて上が小さいピラミッドの形になっています。これが一番自然な形だったんですね。たくさん生まれてたくさん死んでいくと、多産多死の形だったんですが、今こちらです。2020年。形逆になってきてますよね。つまり、人口全体の増える減るよりも、中身の形が人類史上初めてのところに来てます。となれば、初めてのことにはこれまでと同じような対応ではいかんということです。しっかりとこれに合った社会制度、もう広く言えば年金の制度とかもです。全部組み替えないと、どうやっても持たないです。こっちの昔を基準に作った制度だと、もう限界が来ているのは皆さんご承知のところです。以上、人口の話をしました。ちょっと暗いトーンになってしまった恐縮なんですが、これからもこの街、人は減るというのを前提にいろいろ考えていく必要が、いよいよ本題です。いかがだったでしょうか。少子化が問題なんて知っているよ、と思っていても意外と知らないこともあった、という人も多いかもしれません。後編の動画も反響やタイミングを見て、作成していこうと思いますので、感想などあればコメント欄にお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。